ケナガネズミは、哺乳高月種目ネズミかケナガネズミ属に分類される、月種類。本種のみでケナガネズミ属を構成する。日本固有種模式標本の産地は、沖縄島。那覇市の先、氷川貝塚から、発掘例があり、縄文時代には、沖縄島広域に分布していた可能性がある。東道町22から33センチメートル。 尾長24.6から33センチメートル。背面は2.9センチメートルの大毛で覆われるが、5から6センチメートルの長い剛毛と、長さ2.5センチメートルの扁平な四状の大毛が混じる。尾は0.3から0.4センチメートルの大毛で覆われる。背面の毛衣は高褐色、覆面の毛衣は暗褐色。尾は黒褐色だが、 先端は白い。あと足長4.9から6センチメートル。形態やミトコンドリア DNA シトクロム B の分子系統推定などから、クマネズミ属に近縁と考えられている。アラかしや、スダジーなどからなる、常緑紅葉樹林に生息する。樹状性。夜行性。軌道に、木の枝や枯れ葉を組み合わせた、直径30センチメートルに達する球状の巣を作る。 食性は雑食と考えられ、シー類の果実、サツマイモ、昆虫などを食べる。ナメクジ類やミミズ類を食べた例もある。繁殖様式は大生。周期から初頭に交尾し、晩秋から冬季に出産すると考えられている。2から5頭の幼獣を生む。奄美大島の方言名として、道次郎、徳之島の方言名として、ジュジュロや山嵐がある。 沖縄島での方言名として、山ジや山ジがある。森林伐採や砂糖キビパイナップル用の農地開発、牧草地への転換による生息地の破壊、道路建設に伴う生息地の分断、交通事故、人為的に移入された犬や猫フイリマングースなどによる捕食などにより生息数は減少している。道路建設は、交通事故や犬や猫が、 本種の分布域に侵入しやすくなるという問題もある。1980年代以降は、分布が、奄美大島中部から、南西部、沖縄島、徳之島北部及び中部に限定された。フイリマングース防除事業により、奄美大島では2000年以降、沖縄島では2009年以降は分布は、拡大傾向にある。一方で、マングース駆除事業によって混沌され、 死亡してしまうという問題もある。2009年に、奄美大島と沖縄島で、婚格例が急増した。少なくとも、沖縄島では2000年以降は、目撃例が増加したが、2014年以降は、目撃例が激減している。日本では1972年に、国の天然記念物に指定されている。2016年に、種の保存法により、 国内気象や生動植物種に指定されている。2017年現在は沖縄県レッドリストで絶滅危惧合 A 類と判定されている。絶滅危惧合 B 類、ありがとうございます。